はい、ゆきでーす。今日はね、新商品、を食べまーすということでレビューです。今回こちら、じゃーん、ペヤングの、焼きそば、豚骨醤油というね。なんかペヤングはですね、なんかね、割とね、新商品ボンボン出てるんで、これが果たして本当に新商品だったのかは覚えておりません。はい。なんか似たようなパッケージのさ、色の配色とかがさ、似たよったりしてさ、これ新商品だったかなみたいな。ようわからないですよね。なんで、多分これ新商品だと思われる。わかりません。うん。豚骨醤油っていうね、まあ、焼きそばなんですけど、珍しい。豚骨醤油ラーメンは珍しくはないけど、豚骨醤油っていう、焼きそばはね、非常に珍しいんではないか。とね、思われます。見た感じ、醤油ラーメン、豚骨醤油ラーメン。醤油ラーメンの汁なし醤油ラーメンみたいな。漬けだれ的な感じの。あ、匂いも、そうやな。醤油ラーメン。醤油ラーメンの匂いですね。それでは、いただきまーす。豚骨醤油ラーメンだ、これ。うん。うん。うん。豚骨醤油ラーメン、これ。まさに。汁なし豚骨ラーメン。汁なし豚骨醤油ラーメンだ、これ。うん。スープなしバージョンの、豚骨醤油ラーメン。うん。おお。うん。ただ、なんかペヤングにしては全くもってあれだな。普通すぎて。あれって感じするな。全然特にパンチとかは一切ない。まさにただの豚骨醤油ラーメン。むしろ個人的には汁があった方が豚骨醤油ラーメンとしては美味しいと思うんだけど。個人的に汁あった方がいいな。やっぱりな。汁に、ご飯をボカッと入れて、最後にね、麺だけ食った後に、スープに、ご飯をドカッと入れて、スプーンで食べるのが好きなんで。これはちょっとあれだな。なんか普通すぎてつまらんな、これな。実に普通だ。ペヤングにしては珍しい普通商品。なんか、パッケージがさ、デカデカとドカーンってさ、
豚骨醤油って書いてある割には別に普通なんだけど。これは普通すぎる。実に普通すぎてコメントが困るね。あれなんだろうな。YouTuber ってのは、こんな普通なやつも、しっかり、なんかギャーギャー騒ぐんだろうね。うわぁ、うめぇ豚骨だ、これすっごいこれ、豚骨効いてるこれ、めちゃくちゃ豚骨ラーメンと、そのそっくりだよ、これすっごい、豚骨がね、あのね、醤油だけじゃなくてね、豚骨がね、すっごい効いてんの、これ。本当にすっごい効いてんの、みたいな感じで。めっちゃ騒ぎ立てんねん。あれ、ダメ。俺はね、素直がモットーなんでね。素直にレビューしますと、これは全く面白くありません、これは。普通に豚骨醤油ラーメンです、これ。何ら変わんない。ただ、スープがあるかないかだけなの。ね、つまらない YouTuber はね、絶対騒ぎ立てるんだ。なんか見ててね、バカみたいに思えるね。そういう。こんなんだって、ただの、あれじゃん。汁なし豚骨醤油ラーメンだよ。これは、二つ星。実に面白くない。何のパンチもない。ただの豚骨醤油ラーメン。素直さがモットーのユッキーですからね。素直にレビューさせてもらいますよ。冷静沈着にね。それではご視聴ありがとうございました。